こちらは仙台空港近く名取市にある三田園駅です。続いても周辺環境が充実した立地のマンションをご紹介します。駅から徒歩圏内ということですので、まずは行ってみましょう。こっちですね。もう駅のロータリー内から見えますね。あそこですね。こちらです。あ、本当に駅近。こちらはもう完成しているんですね。名取臨空タウンに今年完成したアドグランデ三田園2ガーデンズ。マンション内のモデルルームにお邪魔します。噂によると今日のためにスーツを新調されたと聞いたんですが、気合を入れて新調させていただきました。本当ですか？はい、新品の。新品でございます。おろしたてでございます。気合入ってますね。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いや、でもそれにしてもこのお部屋、景色がすごくいいですね。はい、いや、どうですか、バルコニーの方に出てみられますか？ぜひ。うわー、すごい見晴らしがいい。バルコニーが全戸南向きとなっておりまして、日当たり抜群でございます。目の前が公園と、その奥が川という立地となっておりますので、将来的に建物が建ちづらいといったところが、多くのお客様にお喜びの声をいただいております。建物4階以上からはバルコニー手すりにガラスパネルを採用しておりまして、より明るさが、はい、強調されます。空港がすごい近いんですね。はい。おー、離陸した。すごい近い。お子様お喜びでございますね。いや、本当ですよね。部屋はタイプの違う 3LDK が全48個。間仕切りがある造りや、平置き駐車場、キーレスドアロックなど、主な設備はアドグランデ仙台6丁の目と共通です。駅も近いですし、大型ショッピングモールもありますし、こう生活するには不便がなさそうですよね。はい、大概のことはこのエリアで住むのではないかと思っております。本当ですか？はい、ありがとうございます。ちょっと試していいですか？あ、ぜひ。じゃあ、パンが食べたい気分。カカポベーカリーさんがございます。おお。子供のおもちゃを買いたい。トイザラスイオンモールがございます。 ありますね。最近歯が痛い。歯が痛い。三田園歯科がございます。体を鍛えたい。エニタイムフィットネスがございます。財布を拾った。岩沼警察署下増田駐在所がございます。逆にないものあります？ディズニーランドぐらいですかね。いや、景色もよく、自然豊かですし、ゆったりゆっくり暮らしていけそうですね。はい、ありがとうございます。ちなみにですね、名取リンクタウンは緊急通報装置や防犯カメラ等ただ導入されておりまして、公園の目の前ですとか小学校へ向かう道中ですね、それにより安心な街づくりにかなり力が入っております。ぜひご来場いただいて体感していただけたらなと思っております。